どうも、アメジンです。今日の動画ですね、ある英語表現について話したいと思います。皆さん、こちらの英文を見てください。空所を適当な言葉で埋められますか？日本語だと車に入る、飛行機に入るですね。で、多分両方ともはいいんだと思ってますが、実は英語ネイティブスピーカーは違う前置詞を使います。1は in です。 in、 get in the car、 get in the car、 get in the car。で、2は on です。on、 get on the plane、 get on a plane。 なぜかというと、まあ、その乗り物への入り方が関係ある気がします。例えば、車に乗るときには何にも登らないので in の方がより適切です。そして飛行機に乗るとき、だいたい2階から入るので on の方がより適切です。まあ、たくさんは前置詞を選ぶ上で重要な要因になる気がします。まあ、この違いに対して英語ネイティブスピーカー通してこういう考え方がしますね。ということで終わりたいと思います。短かった。皆さん、どう思いますか？英語を勉強していますか？もっと学びたいですか？英語ネイティブスピーカーの意見や見方をもっと知りたいですか？どうぞコメントしてください。あと、チャンネル登録、評価もお願いいたします。はい、バイバイ。ピースガイズ。